争は残酷。子供でもそれくらい簡単にわかることなのに。失敗した。ここ墓場か。戦場は敗者を逃さない。たとえ生き延びたとしても、この身の傷は命を渡すに等しい。でも、あ、起きた？まだ諦めちゃダメだよ。そのエネルギー残量ならまだまだいけるでしょ。なんで私だけが助かってしまったの？あなたが生き延びたから、みんなの思いを背負って進み続けるの。疲れたら私に任せて。支援部隊のブリギットがいつでもついてるよ。支援部隊？新兵入隊の時のあの教官？これまでも君は姉子と接点があるよ。我々支援部隊は空中庭園の後ろ盾だからね。目に見えるところやそうでないところでも支援部隊は活動中だ。そして姉子はあまたの前線で戦う隊員の中で一番頼りになる盾なんだ。そんなに頼れるほど強いなら、なぜ執行部隊でもないの？俺もそう思うけど、それは刃となるよ。刃を収める鞘でありたい。ブリギット、支援に入る。